サッカーの親父が死んだら次の親父は頭だ。あの人じゃダメだ。桑田の兄貴じゃねえと。桑田とは京極組幹部の一人。金が正義なんだよ。任侠が一円にでも何の格差やろう。草加と同じく汚い忍びでも金儲けを推奨しているグループの男だ。桑田の兄貴、俺はもう今さら任侠を重んじるなんてくだらねえ極道には戻れません。白竹、俺にこの現状をひっくり返す妙案がある。この二人は京極組の中でも骨の髄まで腐りきっている奴らだった。アモーの女をさらうんだ。そしてバラすんだ。そうすれば奴らは怒り狂ってうちの頭をぶち殺すはずだ。桑田の兄貴、やっぱり兄貴は天才です。次の京極軍に頼んます。姉さんの狙うのはゲスの極みだ。だが奴らはその計画を実行しやがったんだ。